あざみ駅から50分歩き、登山口に到着しました。今日は茶臼山へ登ります。浅間山が見えます。赤城山の眺めが素晴らしいです。茶臼山山頂に到着しました。標高は 293.9 メートルです。茶臼山山頂からの眺めです。続いて、吾妻山へ登ります。吾妻山山頂に到着しました。標高は 481.1 メートルです。女山山頂に到着しました。標高は460メートルです。林道に出ました。桐生駅まで歩き、今日の山歩きを終了します。